オリズルランクローレファイトムコモスサム観葉植物は、葉やその色合いを楽しみ、自然な雰囲気を醸し出すために育てる植物である。葉の形状、色彩、ブチなどの模様、造形美を深く味わい鑑賞する。リラクゼーションの効用がある。主に屋内において、家庭などのほか、ホテルのロビーや、美容室、飲食店などの店舗、オフィスなどに置かれる。花や、 ホームセンターなどで入手可能である。また、商業を目的で使用する場合は、リースする方法もある。ほとんどが、熱帯、亜熱帯原産の植物のため、冬は室外に置かず、室内の温度も氷点下にならない程度にする必要がある。ただし、植物の種類や地方によっては、室外でも冬を乗り切れる場合がある。葉の美しさを中心に干渉する、園芸植物の中でも、 モミジ、カエデ類や、新葉樹をはじめとする温帯性樹木、ハボタンやコリウスなどの十二年草、不入りの宿根草、アクアリウムの水草なども、抗義としては、観葉植物であるが、実際には、観葉植物に含まれない場合が多い。また、おもと、岩ヒバ、サイシン、万ウ、ニシキハゼラニウムなどの葉物古典園芸植物も、観葉植物に含まれないことがあるが、 漠然と緑を見る一般的な観葉植物と違い、微妙な葉の変異、芸を味わう点において、相違はあるものの、これらも基本的に観葉植物である。古代において一年中緑を保つ植物は、長寿や繁栄のシンボルとされ、実際に庭園に植栽されることも多かった。また、温帯地域でも、いわゆる商葉樹林帯や紅葉樹林帯には、 葉の美しい植物が多く、古くから干渉の対象にされた。後者に位置する古代イギリシャでは、アカンサスなどの葉の美しさをめでて栽培した。また前者に位置する日本でも、サカキなどが宗教的に重要視され、江戸時代には、カエデのような樹木から、おもとやカンアオイ、万両など低木、草本に至るまで葉の美しい植物を干渉することが、盛んになり、 多くの変異が集められた。それらは古典園芸植物と言われる。1799年にはすでにお元の番付が出版されている。珍奇な品種には高価で取引されるものもあった。1827年には世界で初めての墓割植物の専門書である草木金紙やび美が、ついで1829年には草木金洋集が出版されている。 もとより一般的な家庭でもの木に忍ぶを吊るしたりして緑の葉を楽しむなど、観葉文化は日本の都市に日常的に存在していたし、葉ボタンはヨーロッパのキャベツが江戸時代の日本で観葉用に改良されたものである。一方ヨーロッパでは大航海時代以降、世界を侵略、各地から植物も集められた。その中には熱帯産の植物も多く、 葉の美しいものも温室の発達とともに栽培されるようになる。19世紀には産業革命の進展によりガラスや鉄材の大量生産が可能になることで温室が普及し始め、一方でプラントハンターたちにより膨大な種類の植物がもたらされ、熱帯産植物や高山植物の栽培が広まった。また、一般の建築もガラスの多様により明るくなり、 室内に長期間植物を置ける環境が整った。特に、ビクトリア朝のロンドンでは、スモックのため都市環境が悪化し、室内に植物を置いて栽培する機運が高まった。この時は、シダが特に愛好された。または末から、明治維新にかけての頃の日本から、いくつかの葉物園芸植物がもたらされ、海洋文化に拍車をかけたものと思われる。19世紀のフランスでは、 カラジウムやゼラニウムの葉の変化に注目して育種が始まった。これが西欧園芸における葉もの育種の始まりであると思われる。以後、種として室内において熱帯、亜熱帯産の葉の美しい植物を栽培することが盛んになり、今日に至っている。一般的な園芸植物と同じように植木鉢に植えて楽しむ。端子を一つの鉢に植える場合もあるが、 複数種を一つの鉢に寄せ植えにするケースもある。発泡ネリー木炭、汚れにくい衛生的な人工の土、猿木、シリコンボール等を使用した水耕栽培。鉢植え、テラリウムなどスタイルは様々である。泥で汚れることもなく虫もつきにくいため室内でも気軽に楽しめる。そのため近年人気があるスタイルである。テラリウムとは 主にガラスの容器などに植物を入れて楽しむ方法。植物以外に小動物を入れる場合もある。単種よりも複数種の寄せ植えで自然の景観を真似る場合が多い。アクアリウムとテラリウムの合成語で水辺の環境を模した設備。水辺を人工光源で再現することが多いため、湿気に強く体因性の強い種がよく使われる。ありがとうございます。